ずは島田直也といっても顔が浮かばない人が多いかもしれませんが、各球団のエースを抑えて堂々の防御率トップ、しかも32試合投げての成績は立派なもんです。そして抑えには森田、独走巨人の守護神石毛を抑えてのトップ。エース斉藤隆は去年の奪三振王今中を上回り1位。バッティングの方でも浜の大砲ブラッグスが中日大砲と並んでホームラントップ。去年の打点王ローズは本領発揮で53打点。そして駒田に代わってクリーンアップに抜擢された畑山が現在首位打者。まさにトップオンパレードの横浜。でもそれだけじゃないんです。5月の巨人戦では誰がアウトになるのという9打席連続ヒット、日本タイ記録まで作るなど打線も強力でチーム打率もリーグトップ。しかし現在借金2で4位、一体なぜなんでしょうか。横浜といえば去年は散々ヤクルトに多くの貯金を許したように毎年あるチームの銀行などと悪口を言われますが、今年はヤクルトに勝ち越し、首位巨人にもからかわれるほどではありません。しかしやっぱりありました。なんと3勝10敗目下最下位阪神のメインバンクになっていたのです。さらにこんなデータも。今年の横浜は1点差に泣くこと15回、そして延長戦に至っては6戦全敗、競り合いには辛気し弱い横浜ベイスターズ。とは言ってもあの戦力ならもっと勝てるはずなのにと監督もただただ苦笑いです。